いて12位は昨年「紅白」に初出場した日向坂46。華々しいブレイクの裏にあった波乱万丈の彼女たちを密着したドキュメンタリー映画「3年目のデビュー」が公開されました。なんか本当にこのグループにいてよかったなって。全く順風満帆ではなかったというメンバーたちのひたむきな努力はファンならずとも見入ってしまうと早くも話題の本作。その魅力をご本人たちに直接伺ってきました。こちらどういった作品になっていますか？日向坂のことを応援してくださってる方も少しだけ気になってるなって方も見て、もっともっと私たちのことを知ってくださると嬉しいなと思います。何よりみんなの成長がすごく見られて、みんながこうやって支えてくれたから私もここまでやってこれたんだな、頑張ってきてよかったなって思いました。私たち改名したんですよ実は。改名する前はひらがな欅坂46っていう名前で活動させていただいてたんですけど、その誕生した瞬間から今までを初めての人でも分かりやすく感動して面白い作品になってます。初めて日向坂46のことを見てくださる方にも魅力を知っていただけるんじゃないかなって思いました。最年少の井村さんは先輩方との関係性というか、本当にお優しくて、さっきも同じドーナツを3人で一緒に ちょっとすごい可愛いエピソードじゃないですか。苦労を共にし、先輩後輩関係なく深い絆で今流行っているのが集まれ動物の森が流行ってました。動物の森、楽屋で空いてる島あったら勝手にこの花ちょうだいとかゲーム大好きな日向坂46の皆さんに、スマホがあればどこでもすぐに遊べちゃうおすすめアプリをご紹介します。夏にぴったりの2つ、怖いアプリと楽しいアプリ。まずはホラー体験から。大人気ホラー VR アプリ呪刻シリーズ第3弾、呪刻3。スマホだけでも遊べますが、ゴーグルがあれば怖さ倍増。これをつけるともう別世界。グループのバラエティ担当加藤志保さんが体験です。そう、あなたはタクシーに乗っています。360度リアルな世界観に没入。すると本当に怖い。泣いてます、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 泣いてる。隣には謎の女子高生が。さらにそして恐怖はクライマックスへ。なんだ？あ、水の中入っちゃった。え、どうしよう。どうしよう、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 どうしよう。怖い、怖い、怖い、怖い。初めてです、全ての中で。加藤さんお疲れ様でした。続いてはスマホだけでも楽しめる VR ジャンプツアー。こちらもリアルに体験できる VR、 日本各地11カ所から好きな場所を大ジャンプ。こちらは上村さんが体験。選んだ場所は恵比寿ガーデンプレイス。そしてこのマークが出たら上にジャンプ。はい、震えてる、はい、震えてる、小刻みに震えてます。え、じゃあ、すごい、すごい、下を見たらもう景色が良くなってて、空の上にいます。あ、降りてる、落ちた。私のジャンプ力が上がったような。さらにもう一つ、今週一気に広まった最新アプリをスタジオでレッツプレイ。